さんです。お願いします。皆さんこんばんは。戦争をさせない千人委員会の地方バージョン、戦争をさせない北海道委員会から参りました南部です。今いろんなところで潮目が変わったという言葉を聞きます。でも私は潮目が変わったんではなくて潮目を変えたというふうに思っています。それはここにいらっしゃる皆さん方をはじめ全国各地で今の国会でのやり取りに対して怒りを持って行動している人たちのその努力の結果だということではないでしょうか。私たちには時に過ちを犯すことはあります。でも許される過ちと絶対に許されない過ちがあります。今この国は二度と繰り返してはならない過ちをまた繰り返そうとしているんです。そういった政権をとにかく私たちの力でなんとか叩き潰す、そういうような思いで今回北海道からは昨日から明日までの3日間の行動、中央の呼びかけによる行動と合わせて第4波目の国会前行動を行っています。そして北海道では、近々の報告で言いますと6月20日に5500人規模の戦争をさせない北海道委員会の集会を開催し札幌の街をデモ行進して歩きました。その直後に今度は若者たちの自らの意思で700人のデモ行進を自分たちでやってのけました。この行動はどんどん広がっていくでしょう。今私たち市民、労働者、そして最も私たちが連帯していかなければならない子どもたち、当事者である子どもたちと固く連帯をし、二度と同じ過ちは繰り返さないという声を大にして法案阻止のため最後の最後まで全力で戦おうではありませんか。立ち上ってくる波は荒い、辛い行動になりますが決して負けることなくこの荒波を乗り越えましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。